マーテルは、フランスのマトラ社とイギリスのホーカーシドレーダイナミクスが共同で開発したソラ地ミサイル。TP 誘導型その名の通り、パッシブレーダーホーミング誘導版のアージ1 6 8と画像誘導版の AS-37 とがファミリー化して開発された。アージ1 6 8は、ファイアーフォーゲットが可能だったのに対し、AS-37 は必要に応じて、 指令誘導を行う必要があった。目標を補足する交差を向上させ、墓器への危険を最小化するため、事前に幅広いコースをインプットすることができた。ア r ジ1 6 8はマトラ社で製造され、その AD-37 誘導装置は、エレクトロニークマルセル脱走社で製造された。一方、AS-37 は HSD 社で製造され、その画像、 指令誘導装置は、マルコー2社で製造された。エンジンは、固体燃料ロケット方式を採用しており、ブースターとしては2.4秒間燃焼するホチキス、ブラーント、スナペ社製のバジル、サステナーとしては22.2秒間燃焼するアエロスパシアル、スナペ社製のカサンドラが採用されていた。モックアップを用いた試験は1964年夏より開始され、 1965年から1966年にかけて両バージョンの試作機が完成した。試者は成功を収め、1968年に開発完了が宣言された。1969年からの実用試験を経て、1972年より総備化された。なお1960年代後半、クバ -019 航空母艦の計画中止に、 直面したイギリス海軍は打撃力低下を補うため PRH 誘導版マーテルを潜水艦に搭載することを検討していたが結局これは実現しなかったその後フランスでは若干高速化するとともに PRH 誘導装置の改良を図ったアルマットが開発されアージ168の後継として配備されたが1990年代後半の時点でも 若干数のマーテルが残存していた。またマトラ社では、イタリアの王とメラーラ社と共同で、マーテルを元にした、艦隊艦ミサイルとして、オトマートを開発したほか、b a e ダイナミクスも、マーテルを元にした、空隊艦ミサイルとして、シー・イーグルを開発した。さらにアエロスパシアル社のエグゾセについても、固体燃料、ロケットモーターは、本機との類似性が指摘されている。 ウィキメディアコモンズには、マーテルに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。